テックスライブはテックスディストリビューションの一つ。サポートを終了したテテックスというディストリビューションの代替とされ、フェドラ、デビアン、ウブンツ、ケントウなどのリナックスディストリビューションではデフォルトのテックスディストリビューションである。オパンブスド、フリーブスド、ネトブスドといった他のユニックスディストリビューションもテテックスからテックスライブへの移行を進めている。このプロジェクトは元来、 セバスチャン・ロッツが1996年にテックス・ユーザーズグループを含む世界中のテックス・ユーザーグループとの共同作業で始めたものである。現在はカールベリーがメンテナンスを行っている。バージョン2009までテックスライブは CD ロム、DVD ロムや他のモバイルデバイスから直接起動したり活性化することができた。しかしテックスライブ2010以降のテックスコレクション。 DVD では、ストレージ空間の制限により、起動負荷となっている。テックスライブは、テックスディレクトリストラクチャーに準拠する。バージョン2009以降では、マイクロソフト Windows と Mac OS 用に、テックスワークスエディタとベクタグラフィックス言語アシントトが含まれている。Mac OS には、テックスライブに準拠し、Mac 上でテックスを使うためのツール群が含まれる。 マクテックスがある。テックスライブはマクポーツでもコンパイル、インストールが可能。テックスライブ2010以降、日本語対応のパッケージが数多くマージされている。2012はテックス、プラテックスを収録。2011にはレジストリ数を拡張したイプシロンテックスの日本語、対応版であるイプシロンテックスを収録。2012にはテックス、 イプシロンテックスの内部ユニコード処理版である、アプテックス、イプシロンアプテックスを収録、IPA フォントを収録、バベル、ジャパニーズパッケージを収録、オープンタイプフォント用 VF を収録、ルテックス JA の収録、ありがとうございます。